こんにちは、ソックニッターのまゆみです。今日はこの靴下の甲の部分を編みながら編み物ラジオをしていきたいと思います。編み物ラジオというのは、ちょっと編み物に関してとか、まあ、関係ないことでも思いついたことを話していくので、編み物をしたり、えっ、ー、と、作業をしたりしながら聞いていただけたらと思います。今日はそんなにあの、アングルとかカメラの 方向とかを変わらないと思うのでお耳だけ拝借いただけたらなと思いますあ、最初にじゃあ1個だけこの話をしておこうと思います最初だけ目をお貸しください <laughs> ご覧いただけたらなと思いますえー、と4月でちょっと職場を変わる方でとアメリカの方にじゃーんこれをもらいました いっぱい助けてくれたからって言ってえっと最初ちゃんと聞き取れなくて動物の何とかが好きとかなんか言ってえー、なんだろうなんだろうと思ったらアルパカの絵を見せてきてこれ、まあ、馬のシマウマの絵が描いてるんですがえっとじゃんベビーアルパカこの字かわいいですよねこれこれ手書きなんですけど。 こっちが印刷でこれが手書きなんですけど、この会社イーチー e a s っていう、えっと、お店でもあ、アプリでも売ってる、インスタもやってるそうです。ザ・ゼッピー・ゼブララグジュアリーハンドダイヤーンってことは手染め糸です。で、この細さ、えっと、私がポープライ、えっと、4本寄りの中細の糸を使って靴下を編んでるってことを知って 同僚で、えー、とインスタグラムをフォローしてくれてて靴下全然編まないのに載せるたんびに「いいね」してくれるいい人なんですが4月にちょっと転勤してしまうということで私その子にあの靴下編もうと思ってたんですけど逆にこれをプレゼントされてしまってちょっと泣きそうになってしまいました。えっ、ー、と色は「チェリーブロッサム桜」 なんで桜なんだろうとかって思ったんですけどちょっと葉っぱっぽいとこもありこれちょっと青っぽいんですよねここがちょっと桜の花っぽいかなですごい柔らかいです中細より細い感じもしますねいやーこれで靴下編むよって言ってサイズ教えてって言ったんですが教えてくれなくてアメリカサイズだからとか言ってアメリカサイズでも日本に うん、変換するから教えてって言ったんだけど、いつ OK とか言われて <laughs>。うん、でも靴下にいいそうです。いやー、よくわかってますね。あ、フィンガリングが細いとって意味だったかな。ヤンウェイトがソックってことは靴下にはいいんですよね。えー、こんな風に。ヤーゲージ 429. ブリーズハンドウォッシュエンドアローとエアドライ。そうか。影干しとかそういうことかな。 で、えっ、ー、と、乾燥機使っちゃダメだっていうことですよね。いやー、とっても柔らかくて、これ、これはちょっと自分のために使いたいなと思いますが、あー、これほど使いづらいというか、何にしよう。そして糸巻き動画でもいつか撮りますね。ちょっとここ、くちゃっとしちゃったんですが、なんか柔らかい包装紙みたいなのに入ってました。なんかすっごいいい匂いするんですよね。 それは彼がつけてる香水だったのかこれなのかがよくわかんないんですがでとってもシャイな男の人でえー、っとなんかこうアメリカ人って感じより奥ゆかしい日本人って感じでなんかあまりこうグイグイお,お,おしゃべりとかできなくって英語をしゃべれるのは私何人かしかそんなに職場になかったから本当は話しかけなきゃいけなかったけどお互いあんまりこう話が おしゃべりな感じではなく、インスタグラムでこう会話するぐらいの <laughs> 感じの方だったのに。で、たった一年しか一緒の職場じゃなかったけど、こんない私にぴったりのプレゼントをくれるなんてと思って、うん、これは貴重な毛糸で大切にしたいと思います。いやー、いろんな出会いがありますよね。やっぱこの YouTube 始めたのが、 きっかけですごいいろんな情報が集まってくるようになりましたもんね。この編み物ラジオのコメント欄にぜひ質問を受け付けますのでとかリクエスト、こんなの動画お願いしますとか、なんかい前にライブで質問を受け付けたんですけども、ライブだとこう、 一問一問に答えている時間がないような気もするので毎週編み物ラジオは撮ってるので編み物ラジオのところに編み物のことでもそれ以外のことでも何かあったら質問を受け付けますのでどうぞよろしくお願いしますそしてこの編み物ラジオでゆっくり答えれたらなと思いますなんかライブ緊張しちゃうしあのコメントを読むので精一杯だったりするのででライブはなんと 明日2月22日夜10時から行います。で、編むのはランダム靴下を編むので、いっぱいここにこう毛糸並べて次何がいいと思いますとか言いながら一緒に編みたいなと思っています。もちろん質問でも反応でも何でもあのコメントいただけたら嬉しいです。なんか私はこうやって編みながらコメントも読めるし、えっ、ー、と、 こちらからは情報発信できるんですけど、見てる方はコメントをい入れなきゃならなくてちょっと大変ですよね。申し訳ないな。そう、それで今日はそのスマホの使い方やら何やら色々思いついたことを話していきたいと思います。ではここからは皆さんも編みながらどうぞおすすめていただけたらと思います。耳だけ聞いていただけたらと思います。えー、っと、 最初に投稿っていうのでもお知らせしたんですが、もし投稿っていうのが流れてきてないのであれば、えっ、ー、と、チャンネル登録していただいて、で、すべての通知をオンにするってしていただけたら、投稿も来ると思います。で、そちらの方にライブの、えっ、ー、と、予告もし,しますし、今もしちゃったんですけど、えっ、ー、と、前回、昨日か。 スパムっていうののお話をしたいと思います。スパムっていうのは、えっ、ー、と、ネットの方では、まあ、沖縄のお肉でもあるかもしれませんが、あの、缶詰のお肉。えっ、ー、と、インターネット上ではなんか、有害かもしれないものっていうものらしいんですね。で、スパムの可能性ありっていう、なんだろう、同じ、長、長いコメントだったり、同じ、 動画に何回もコメントされたりとかするとそっちかもしれないなってことで AI の方で YouTube の AI 人工知能が判断してそ、うん、スパムの可能性ありなのでこのコメントには、うん、なんか違う振り分けになるんですねで多分 YouTube 上では見れたと思うんですけど私 YouTube スタジオっていう方からコメントに返してるんでそれが勝手にあのスパムの可能性ありの方のに 振り分けられてて、で、そちらの方にコメントを返してなくて、私の中ではコメントに全部返してたつもりなんですが、えっと、スパムの可能性ありの方に分けられてるコメントにずっと返してなくて、あ結構、10つぐらい返してないのがあったんですよ。申し訳ないです。全然、有害じゃなかったので、有害ではないの方にしたんですが。 なんと60日以上だと勝手に消されてる場合もあるかもしれないので、いや、コメントしたのに消されたなんて思ってる方がいらっしゃったら、それは AI とチェックしない私のせいです。すみません。なので、大丈夫です。えっ、ー、と、あったらコメントしますので、えっ、ー、と、 しばらくかかることもあるかもしれませんが、大抵次の日までには、24時間以内には返してると思うので、返してなかったら、なんか違う方に分けられてないですかっておっしゃってください。あと、やっぱりどうしても、なんかこう、変なコメントが来ることがあるんですね。それはもうもちろん削除させていただいてます。なんか、うん、なんか違う言葉日本語じゃなくて、 うんあこれを載せたくないなっていうのは申し訳ないですが削除させていただいてますがそれ以外の編み物に関することが書いてあるのは削除していないつもりなのでどうぞよろしくお願いしますいろいろありますよね私も YouTube ちゃんと勉強してないとそういうことになるんだなと思ってまあでも私ついつい編み物の方に力を入れてしまって編集とか YouTube の勉強とかの方は うんとかコメント返しも後回しにしてしまって申し訳ないんですができる限りやっておりますのでどうぞ気,が気長に待っていただけたらなと思いますスパムのお話でしたそれでは次はあそうだコメント返しの時にというか皆さんをされてるかな一番早い方法で音声入力っていう音で私は入力をしていますそうすると コメントも手で打つよりも、あ、新しいスマホにしてからなんかボタンの反応がいまいちで、前のスマホの大きさと違うせいか、なんか時間がかかったので、音声入力はどうかなと思って。そしたらちょっとセンチメートルの変換とかはおかしいんですが、それ以外はすっごく早く終わるんですね。で、とっても文が私らしくて、いつもの言葉遣いで。なので、ちょっと、あ、 慣れ慣れしい喋り方でコメント開しされたなと思ったときはあ音声入力だなと思ってください。でも皆さんもしよかったらされてください。これからは音声入力の時代かなと思います。えっとあおちちょっと <laughs> コメントを読むときとかもすっごいスピードの音声、うん、読み上げのモードにもしてるし、えっと音声入力にしてるとすっごい早いです。 で検索も、あ、今言ったらなっちゃうかな。OK、Google、なんとかなんとか。すみません、今 <laughs>、説明をしてたら、そのまんま検索画面に行っちゃって、動画が止まってしまいました。皆さん、気をつけてください。えっ、ー、と、アシスタントをオンにしておいて、Google 先生に聞こうとするようにしてて、あのセリフを言うと起動してしまうので、 それを言って、例えば毛糸の番号、オパール97なんとかとかって言うと、それが出てくるようになってて、ほんと検索早くなったし、音声入力様々だなと思っています。超時短です。そういう技を知っておくと、えっ、ー、と、より編み物に集中できるかなと、せっかちな私は、時短技なんかを YouTube で検索している日々です。一回、えっ、ー、と、 もこ太郎さんの動画を見てて何とかでぐるぐるとかいうのを喋ったんですね、もこたろうさんが。そしたらそのまま検索が始まっちゃってちょっとびっくりしたことがありました。私の声じゃなくても反応するんだと思って YouTube 見てたのになんか面白いですね。で、えっ、ー、となんか物事を最近こう聞くんじゃな人に聞くんじゃなくて えー、それって相手の時間を奪うからそうじゃなくて Google 先生に聞かぬは一生の恥あれ聞く人に聞かぬは一時あ聞くは一時の恥聞かぬは一生の恥みたいなのの現代バージョンで Google 先生に聞かぬは一生の恥だそうです <laughs> そうそうそう昔はね分かんないこととかねパソコンの使い方とかは近くの同僚とかに聞いたんですが 今は Google で検索できないことはないのでそっちで検索できるならまずそっちで検索するというのが常識だようなそうです。で、ああ、でもしそうやって聞くとしたらこれからは経験の話をした方がいいのかなってやり方とかは、うん、検索すればいいしその検索能力ってすごい大事だなって思いました。なんて検索すればいいかとか、うん 私がよく編み物で検索皆さんどういうので検索するかちょっと後でコメントくださいねそう私が知ってる情報だけじゃこの編み物ラジオもこのチャンネルもやっていけないと思うんですね私より編める人たくさん見てると思うしえっ、ー、と私よりなんだろう情報もたくさん知ってる方がいるはずなんですよなのでコメントただ YouTube 始めてないってだけで,でこのコメントにその情報を集めていただけたら えっと、それを見た方が絶対助かると思うのでそういうチャンネルにしていけたらなっていう自分の技術が伴わないので皆さんのお力を借りようとしているということですが私がよく検索するのは「えっと、欲しいオパールの毛糸」の「オパール」ってやって一マス開けてその番号を入れて編んでみたみたいな歌ってみたじゃないけど編んでみたって見てみてあ こんんな柄が出るんだ何か,かこうこういう帯にはこんなふうに書いてるんですがそちょっとニュアンス違ったりしませんなのでこれだけじゃわからなくてやっぱり編んでみたものを見てえっ、ー、と買うか買わないか決めようと思ったりするのでうんと。 編んでみたいな感じで検索していますと編み物あ靴下に関しては海外の方があの YouTube のに載ってると思うのでと編み物英語ってちょっと特殊なので日本語で言って英語ってやってそ,のそれで出てきた単語で検索したりとかをしていますでもちょっと難しいんですよねなんか翻訳 Google 翻訳のやつではちょっとちゃんと出てこなかったりするのでお気をつけください。なんか検索の話で思い出したんですけどうちの知り合いが息子がなんか漢字苦手なのにえっ、ー、と帰ってきたら誰にも聞かずに宿題やれてて どうしたのって言ったらスマホで知らない女の人に聞いたって言うから何とかって思ったらなんと「Siri だったそうです「Siri? なんとかの漢字を教えてみたいなのでなでそれを見て写して書いたそうですでなんだっけあと「糸辺のつく漢字を書きなさい」みたいなので「糸辺に番号の番」とかって書いてて「いやそんな漢字あるわけないじゃん」みたいなことを言って。 漢字辞書家になかったのかななんか検索できなくって。でも本当にあったそうです。え、どうやって検索したのって言ったら YouTube に糸編の付く漢字って入れたそうです。ええー、みたいな。普通漢字調べるのに、そうですね。私だったらワードとか、まあメールを打とうという画面を出して、あメモ帳でもいいし、出して、えー、っと、なんとかその読む、読む字を入れて、で、それで書くか、 やっぱグーグルかな糸編のつく感じって入れると思うんですけどいや、YouTube で検索できるんですよ。いや、できるっていうかそっちを選ぶんだな最近の子はと思って。いや、本当検索能力って大事ですよね。あと、時短のことを考えると、えっ、ー、と、なんか本の要約チャンネルとか、 あと、編み物の動画もそうなんですけど、英語のやつとか最初、なんか、概要というかを、こうすると困りますよね。なんとかなんとかとかって説明してる欄、説明してるんですよね。多分最初。多分、訳しきれてないからわかんないんですけど。でもそれよりも編んでる動画とかまで行きたいので、こう、ビーってこの画面の下、私の、私の編み物ラジオを飛ばす時があると思うので言いますが、ここを赤いポチをビーってすると、えっと、 どの画面かなかつま先とかあ出来上がってきたみたいなそのシーンでこうぺって指離すとそこから見れるのでそこから見たりえっ、ー、とその海外のえっ、ー、と編み物動画とかも概要のとこじゃなくて編んでるとこまで飛ばしたりしています。あと本のようやくチャンネルとかは ゆっくり話すのを聞いてられる暇があったらそういう時もあるんですけどいっぱいなんだろう後で見るのリストが溜まっちゃってる時とかは2倍速でしていますで人って早く喋ってるとちゃんと聞かなきゃって思うんだそうですじゃあ私も早く言った方がいいのかなでもなこのアームスピードについ合わせて喋ってると思うんですよねなので うんと大抵2倍速にして聞いています超せっかちな時短術でした皆さんの時短術は何でしょうか多分こうやって YouTube をご覧になってるってことは新しいものを取り入れるのに抵抗がない方かと思われますのでいろんな時短術とか 検索力とかあると思うのでもし編み物に関してとかいいことがあったらいい時短術があったら教えていただけたらなと思いますそうだそうだそれでこの前キコさんっていう方のチャンネルで「キコ骨」 何チャンネルだっけニッティングチャンネルクロシェットチャンネルかななんかケイトウさんもされてるんですね、ドイツのね。で、その方のチャンネルのところで、えっと、オパールのレーゲンバルト、えっと、レインフォレスト日本語だったら、熱帯雨林っていうシリーズあるじゃないですか。私も紫のハチドリとか、トビーだっけなんか赤い熱帯魚のやつとか、すごい好きなんですけど、なんかゴリラが乗ってるやつとか、なゴリラじゃないのか、あの黒い。 あれ、ゴリラかなわかんないけど。あれって、買うと、うんと、熱帯雨林のためにお金が寄付されるんだそうです。だから、レゲバルトっていう、うんと、熱帯雨林って名前だったんだそうです。デザインがそうなのかないや、デザインも多分そうなんだと思うんですけど。で、毎年なのかなわかんないけど、8色ぐらいずつこう出てきます。来るんだそうです。で、私が最近気になってるのは、 あの、白黒ですな、ね、何でも、ちょっとモノトーンのやつが入ってたりするじゃないですか。で、その白黒、あの、トゥルーラブとかもそうだし、この前やってた、えっ、ー、と、イリュージョンだっけとかの白黒、すっごい気になりますね。絶妙な変わり方なんですよ、オーバルケイトって。なので、 今度新しいシリーズが出たら白黒を買ってしまいそうで怖いですね。いやーでも全然手芸屋さんに行けてないので、どうやら3月下旬までにまた新しいシリーズが出るそうなので、その時には何個か買えるようにできるだけ今手元の系統を消費しようと、せいせいと編んでおります。 ということで、うーん、しゃべりたいと思って書いてたことは全部終わったかなそうですね。今日もこちらは大雨で風も入ってて、今日はちょっと BGM 入れないでみようかな。ちょっと暗くて、太陽の光だけで撮ったので、なんか手が茶色く映っているんですが <laughs>、このままアップしてみたいと思います。 今日は編み物と YouTube のお話でしたが、いかがだったでしょうか。<laughs> 質問やリクエストどんどんお待ちしておりますと。コメントを返せるうちは、そしてリクエストに忘れちゃうこともあるかもしれないんですけど、できる限りお答えできる分していきたいと思っていますので、編み物を一緒にどんどん楽しんじゃいましょう。 ということで今日の編み物ラジオはここら辺でおしまいにしたいと思います。皆さんまた来週日曜日に編み物ラジオしますのでどうぞお聴きください。それではまた明日のライブでお会いしましょう。ありがとうございました。